サーフェイサーを拭く前にですね、塗装環境のねちょっとお話をしたいと思います。私の机のこちらなんですけれども、こちらの方に、塗料をシンナーですね並べてます。まず上からですね、エナメルの廃液を入れるタンクですね。でラッカーのメタリック系です。でこっちがラッカーの廃液2つが並んでます。で、これが牛乳パックのパレットでマスキングテープです。で、アクリルシンナーですね。で奥がエナメルのシンナーになってます。で、下に降りてきまして、ラッカーシンナー、再生ラッカー、それからアクリルの廃液という形になってます。でですね、まあこのエナメルの廃液、これはまあまあその通りエナメルの廃液なんですけれども、こっちですね2つあるラッカー廃液っていうのがありまして、なんで2つねこう用意してるのかと、言いますと、あちなみにこれ容器は100均で買ってきたものなんですけど、沈殿させてるんですね。ラッカー廃液沈殿置いときますと、時間をかけるとその沈殿して顔料とシンナー分に分かれるんですね。でそのシンナー分をスポイトとかで取ってこの容器に移してるんですね。なんかクリア系の塗料を、この前希釈して拭いたらですね、もう全然なんか色が取れないまま沈殿しないんですけども、まあラフにねエアブラシを洗ったりとか、用具を掃除するのには使えるので、まあこのように2つ分けて、でそれぞれちょっと時間差を空けて、こっちを使ってる、こっちを沈殿させてる間はこっちに新しい液を捨てていくというような感じで、使ってます。もう一つ、メタリック系というメタリック廃液ってなります。メタリックはですねやっぱ銀の粒が残りますんで、それをまあこうこっちに入れてしまってエアブラシの掃除とかをするとエアブラシについてしまいますんで、もうメタリック系を吹きつけた場合はもうここに入れて、あとはまあティッシュと染み込ませて、燃えるゴミにしてしまうという形になりますね。